はい、ツイキャス OK です。よろしくお願いします。CD トラック番号は1番。1番。なんか、わかるマイク位置が、ライブの時のマイク位置が気になる感じ。うん。あ、大吉さんありがとうございます。こんばんは。よろしくお願いします。こんばんは。こんばんにゃ。18。なんでしょう。ちょっと新しい。なんでしょう、低すぎるよ。時刻は10時を回りました。ちょっとストリームのお時間です、はい、お相手はユニット系のカントタキととじゃん、あ、と、あ、そうだそうだよ気を抜いてましたね、はい、はい、すいません、キャンです、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ということで、カント、タキとキャンさんでお送りいたします、はい、ちょっとストリーム、先週ですね、終わりの時に、終わりの時にっていうとおかしいね、最後の方で、今週のお題アニソンパート2と言ったんですが、がしかしアニソンパート2ではね、多分ね、富山のナンシーさんとかちょっと送りづらいのかなと思いましてで、まあ単純にね、みんなね、ブルガリさんもね、ほら、結構ね、なんだろうね、ちょっと先週はねリクエスト少なめだったので、うん、夏メロっていうことで、はい、いきたいかなと思います、うん、ね、で夏メロで、もしどうしても聞きたいアニソンがある、ね、ひろき D みたいな人は、ね、まあリクエストいただければ探して、頑張って探して、はい、あったらしょうがないからかけます、はい、そんな感じでアニソンの方はね、取り扱いをちょっと今週はさせていただいて、メインテーマは夏メロということでお送りしたいと思います。はい、花火が上がってきれい。はい、もうツイキャスいろいろね、たくさんコメントいただきました、ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、それでは、こちらの放送はですね、サイマル放送もやっております。リッスンラジオで FM ギノワンを選んで聞いてください。パソコンでお聞きの方は FM ギノワンホームページにも再生ボタンがあります。FM ギノワンのホームページでですね、リッスンラジオ、もしくは、リッスンラジオでいいんですかね、そちらのボタンをクリックしていただくとですね、全国の放送局っていうのが出てきまして、その中から、九州沖縄をクリックしていただきます。そしてその中からさらに、FM ギノワンをクリックしていただくと、ラジオで流れているのと同じ放送をお楽しみいただけますので、よろしくお願いいたします。スマホでお聞きの場合はですね、無料アプリリスンラジオ、こちらもですね、リスンラジオというアプリをインストールしていただいて聞いてください。全国のラジオ局から九州沖縄をクリック、 FM ギノワンを選曲してください。またユーストリーム、それから、ラジオでお聞きの方、今日のテーマは夏メロになっておりますけれども、ですね、こちらのリクエストの方、数字で797@fmginowan.com、 数字で797@fmginowan.com の方まで、リクエストメッセージお送りいただけると嬉しいです、ね、ツイキャスの方はもうね、すでにちょっと盛り上がってきておりますけれども、ぜひぜひリクエストよろしくお願いいたします。それではまず最初に、今週のミュージックバー F のライブ情報をお届けしたいと思います。6月20日本日ですね、火曜日、春風ライブ、春風さんすでに今ライブをやっております。ね、第1ステージがもうちょっとで終わるかなという頃だと思います。もしね、お近くの方はまだ間に合いますので、ぜひですぜひね、聞きに行かれてください、はい、ライブチャージが、500円で、ドリンクが大体ですね、1杯500円となっておりますので、まあ、1000円持っていけばとりあえず聞けると、うん、ね、いうことですので、よろしくお願いします。それから21日明日水曜日、ユニット系ライブ、うん、どっかで聞いたことあるね、うん、うん、まあ、これは触れない毒、うん、
ね、ユニット系ライブ一応時間はオープンが21時、ライブスタート21時30分ライブチャージ500円となっております。明日水曜日のミュージックバイフのライブですね。それから22日木曜日比嘉義弘&、ペーターライブ、ペーターさんこちら北海道からいらっしゃいます。比嘉義弘さんの定期ライブに合わせて、ペーターさん、ね、いらっしゃってのライブになります。こちらもオープンは21時、ライブスタート21時30分ライブチャージは1000円となっております。そして翌日の23日金曜日国吉亮ソロライブ、ね、結構もう沖縄を代表するギタリストになってますね国吉亮、こちらのソロライブがあります。こちらもオープンは21時、ライブスタート21時30分、ライブチャージ1000円。いつもですねかっちゃんと一緒にやるんですよね。ですけども今回は国吉亮ソロライブということで一人でやりますのでね、ぜひぜひ、お時間のある方金曜日、ミュージックバー F の方に、足を運んでください。そして週末24日土曜日出婚フロックスプレゼンツライブ、ということでこちらはですね関東の方からでしたかね、もしくは北海道の方から、トビウオのトピさん、女の子ということですよね、女性の方、キーボードの弾き語りの方をお迎えして、ですね、その他出婚フロックス含め、2組、まあ、出婚フロックスなんですけど今回はもう、こちらもね2人組なんですけど、1人でやる出婚フロックス、平茂樹1人でやるということなんで、まあ、ソロですね。土曜日は出婚フロックスプレゼンツライブ、3組のアーティストが出演します。オープンこちらはちょっと時間が早いです。20時30分、そして、ライブのスタートが21時、ライブチャージこちらも1000円となっております。以上今週のミュージックバー F のライブ情報でした。それでは CM です。スクールウォーズの主題歌がリクエスト来てます。スクールウォーズ、にゃにゃにゃ、あ、誰だっけ、で、夏メロはいつ頃が、いつ頃の曲が夏メロなのかなっていうのもある。そうですね、昭和の後半かなそれ夏メロか、僕たちにとっては夏メロです。朝霞千谷さん、ありがとうございます。いらっしゃいませです。お、本当だ、キャプテン、お茶10個ありがとうございます。あ、バキさん、こんばんはです。こんばんはです。ドブラさん、いいですね、いつも待たせたな、俺登場かっこいいな。今日ホテルじゃないのかな。まあ、そんな毎晩毎晩ね、ホテルじゃないですよ。待ってたね、ジェットストリーム待ってたね。いいなぁ、ジェットストリームアタック、いつ名前変えようかな。さっきの怖い話で、勝負にチビリストレート。マジか。キャプテン、こんばんは。スクールウォーズでしょ。こんばんみ。今日いっぱいリクエストするにゃ、お願いします。ん？ウェストウィンド、ペーターペーターさん、ライブするペーターさんじゃないですよね。コンティニューコインいただきました。もしかしてもう10秒。どうしてもリクエストしたい、殿様キングスの涙の味噌リクエストです。すごいのが来たさあ、ちょっとストリームをお送りしております。リクエストですね、もうすでにいろいろとね、皆さん個性的なリクエストたくさん来てます、ありがとうございます。うわー、お茶が10個並んでるすごいね、キャプテンさんね、この大吉さん、ありがとうございます。ラジオを聞きの方にはね、何のことか意味がわからないと思いますけれどもね、ツイキャスもしね、よろしければね、ご覧になってみてください。ちょっと言ってるね、この話の途中でね、ちょいちょい出てくるね、お茶だったり コインだったりね、そういうお話がね、お分かりいただけるかと思います。それではちょっとですね、リクエストを
ね、たくさん入っておりますけれども、お送りする前にですね、もう一つ告知をさせていただきたいと思います。今週の土曜日、先ほどミュージックバー F の方はですね、平茂樹、出根フロッグスプレゼンツの、ライブがありますということでお伝えしましたけれども、沖縄市のミュージックタウン音市場、こちらの方でですね、ランチキナイト27ジャックルーズからの、イベントですね、スパークね、うん、スパークエクスクラメーションマーク2つ、うんね、こちらが行われます。こちらですね、すごいのはですね、全部でいくつだ、 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 1,2,3,4,5,6,7 17組のアーティストが出演します。で、ですね、県内のアーティストさんというのはですね、ちょっと少ないんですけれども、皆さんね、内地から、集まっていただいて小沢にね、うん、でライブをすると、昼からもう昼間から音市場の1階のステージで7組のアーティストさんがまずね1階広場でやります。でその後ですね、今度はあの3階のホールね、メインステージの方でね、まずメインステージで6組のアーティストさん、ファンキスト竹森雅之、カラーボトルっていうね、グループの竹森雅之さん、花尾さん、2人目のジャイナ、ナンシーと神田直樹さん、そして、こちらはレゲエでしたかね、ムーミンさん、ああそうでした、ねうん、という方がメインステージでされます。そしてその同じ、会場内のサブステージであと4組のね、これなんていうの、慶三さん、チークカラーさん、そして、劇団ビーチロックのですね、新井明人さん、そして稲峰由紀乃さん、うん、ね、もうそれぞれ、ね、ジャンルも何も違う方々ですね。それこそ劇団ビーチロックの新井さんなんかはもう一人芝居ですからね、うん、こんないろんなものがですね、たくさん見れて、なんと前売り3200円、当日3700円、まあ、共に別途ドリンク代はかかりますけれども、まあ、お近くの E プラス、ファミリーマートの、ね、E プラス、それからローソンチケットの方で、お求めいただけますので、ぜひぜひ、ね、ここでほらね、はい、お越しいただきたいと思います。そしてですね、このジャックルーズ、こちらから本日はですね、うん、プレゼントがございます、ね、リスナープレゼント、今回のこのスパークというイベントのですね、チケット2枚プレゼントです。ペアチケットなんですよ一応 ね、だけど大吉さんとキャプテンさん行きたいという場合は、ペアで、でブルガリさんも行きたいという場合は、1枚分を3人で割ってくださいそんな感じで、一応ですねチケット2枚、お預かりしてきましたので、ねね、行きたいという方はこの番組中にぜひ挙手お願いします挙手、見えんわ見えん、ね、これだけのですね、僕もいろいろちょっとですね、あのネットで調べたりもしましたけれどもですね、アーティストさんがあの揃って、ライブをするなんていうことはめったにというかまずないことです。そうだよね、特にですねメインステージでやる方はもうほぼ皆さんメジャーの経験者ですから、うん、この方々の曲っていうのは皆さん一度はね聞いたことがあるアーティストさんばかりです。ですのでぜひぜひ、ですね、このチケット欲しい方この番組中に、コメントいただいて、うんね、コメントしてもらってね、よろしくお願いします、ね、待ってますということで本日の1曲目、誠に勝手ながらリクエストたくさん来てますけどね、ファンキストの曲を1曲お聴きいただきたいと思います。最高だよ、ブルガコンビニは選ぶしかやって、どんな時も近々旅立つ矢の峰ディーンに送りたい。
殿様キング、その涙の味噌あるんですかね。涙です。あ、ない。ブルガリさん、殿様キングスの涙の味噌ないですって言ってます。責任投げた。なんで、あ、女のミサオなんだ。殿様キングス、キングスさんがないです。あ、殿様キングスさんがない。ないんだ。全然ね。タイトル涙でなく女のミサオ。殿様キングスないのか。ね、まさかないとは思わなかったです。ね。すいません。殿様キングス自体がないっていうことはちょっと難しいってことですね、うん、ちなみにですね、今中キャスじゃない、ツイキャス、ユーストリームをご覧の皆様、チケットナンバー137番から138番でございます。さあどうぞ。スクールウォーズのピエジオサブガー、スクールウォーズのオープニングですよね。主題歌、あ、主題歌、あ、ありますね。ヒーローってあなたが歌ってたやつじゃないの？ん？シーサーバンド。うん。ヒーローになるときってやつ？あーはー。そうなの？にゃ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 。どんな時も。どんな時もでございます。牧原ちゃん。そう、宮城さんったらさ、はい、いい人だよ。あ、そうなの。うん、なんで宮城さん。お友達？お知り合い。あ、そうなの。うん、なんで、何した？いや、ヤクソによく来てた。ヤクソ、ああそう、宮城さんよく来てたから。あー、そっか。うん、で、体壊してさ。いい、飲みすぎだよ。もうだからお酒ダメなの。お酒飲まない。すごいいい人。美味しいですよ。宮城さんはお酒を飲みすぎるとってもいい人らしいです。いや、もうドクターストップで完全に、うん、で、お酒を本当にもうやめてるらしい。飲まれない。あ、まあでもね、まだお元気ならよろしいかと思います。うん、一時大変だったみたいだけど。まあそうでしょうね。うん、そういう時期は大変ですよね。全然ピンクじゃないし、すごいいい人。あ、いいですね。それこそね、大変なことになったら、あの、いい人だったのにって言われますからね。誰かさんみたいな。誰かさんみたいな。10秒前です。はい、はい、ということでファンキスト1曲目お聴きいただきました、はい。ね、リクエストがね、いろいろ入ってきておりますけれども、キャプテンさんからどんな時も、ブルガリさんから殿様キングス、あとスクールウォーズの主題歌ということでね、来ておりますけれども、ちょっとね、あの殿様キングスがないという非常事態が発生しまして、まあ、いけませんので、スクールウォーズの主題歌の方、ヒーロー、お聞きいただきたいと思います。そうだね、宮城さんが宮尾進が似て非なるものだね。いいなぁ。ですね、ヒーロー、あ、じゃあどんな時も今18分、じゃあどんな時ももう続けていきましょうか。続けていきましょう。そのまま連続で、うん、そのまま連続で。18の時、自衛隊の先輩に酒勧められて酔って、防衛庁の前はパンツ一丁で歩いたことある。マジ？よく逮捕されなかったですね。まあでも
あれだよね、そういうほら時代ではないですけど、どん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 厳しくなっていってるじゃん。なんかちょっとしたおふざけが許されない。そうだね、うん、寂しい ね、 ね、そういう今時代になってますからね、うん、僕のね、お友達は、うん、まあ、それこそ18、19ぐらいの時は沖縄の、沖縄じゃない、東京の、うん、青梅の方の学校の大学に行ってまして。ああ、はいはい、分かった。で、大学から大内まで、まあ、アパートですよね、うん、足の裏にペンキ塗って歩いて帰ったらしいですよ。え、酔っ払って、うん、足跡つけて帰ろうって帰ったらしいですよ。でも何歩かでもうなくなるでしょ。そう、つけて、ずっとつけて、ペンキ塗って。あ、ずっと。そう、暇人だね。さすがにほら、お家のところまではバレるから、うん、やらなかったみたいですけど、大学から続いてるじゃないですか、うん、ね、で、それで大学呼び出し食らって、うん、そっと注意されたんですね。どうじゃ、ね、ですけども、今結構は沖縄では学校の先生としては上を向いてます。カラケボックスで放水用のって言って、放水してよかった時は爆笑した。放水したんすか。それまずいでしょ。それ放水じゃないからね。結構みんなコアなあれ持ってますね。ねえ、皆さん引き出しいっぱいだ ね、 ねえ、すごい。やっぱりただものじゃないですね。あ、答えが出た。答え出ちゃった。これね、だって一歩間違えたらね、江頭さんみたいになりますよ。ね、いや、勢いでっていうか、あの人はパンツが破れたらしいですからね、切れた。あ、そうなの。で、出ちゃったみたいですけどね。まあ、個室だからまだね、許されてるところではありますよね。もう、お店大変だったね。お店にバレたかどうかは分かりませんけどね。いやー、バレるでしょう。カモフラージュビールばらまけばいいのか。そうです、相当ばらまけばね。みんなで一斉にグラスを落としてしまったからね。すごいな。テーブル傾いちゃってとか言いながらね、それぐらいしか思いつかないです。リクエスト曲は、披露の後そのまま、どんな時もお送りいたします。リクエストください。懐かしいの。私さ、アニメソングでさ、はい、聞きたいのが、何？ダーマス聞いてみよう。宇宙戦艦ヤマトの、うん、沢田研二が歌ってるやつだ。そう、そう、あれが聞きたいな。タイトル分かるの？何だったかな。ないと言ってください。もし検索してあってもないと言ってください。リクエストメール送ったには何メール。あ、びっくりした。メールって開けた瞬間タロスケが出てきた。じゃないんや。受信トレイ新着一件でいいんですかね。あ、違う。九州放送機器店2017ソーシャルメイン。あれ、受信トレイ、え、ああ、これだ。ああ、ラスキッさん。ありがとうございます、皆さん。皆さん、こんばんは。
今日は夏メロなんですね。なのですよ。夏メロになるのか分かりませんが、中山美穂さんとワンズの世界中の誰より聞くかをリクエストします。懐かしいね。小学生の時に大ヒットした曲で、私どもで初めて買った CD です。俺初めて買った CD X だったけどいいよ。その時点で間違ってる。未だにカラオケでたまに歌います。よろしくお願いします。それでは最後まで楽しく聴かせていただきます。頑張ってください。ありがとうございます。世界中の誰よりも。夏メロになるのか知らないけど、渡辺美里とかもありますよね。だけど俺悲しい曲を選んでしまうからダメなんですよね今はこんな感じだ。はい、世界中の誰よりきっと検索お願いします。あとですね、一応これは BGM になるかもしれないんですけども、渡辺美里のどうしようかな、ね、バースデイかハッピーバースデイかなんかそんな歌があるんですね。渡辺美里さん、ハッピーバースデイなのかバースデイだけかどっちかだと思います。これ終わったらですね、曲が終わりましたら、リクエストのメッセージを読ませていただいて、それから CM 行っていいですか。ヤマトより愛を込めていて見つけやがったこの野郎ちょっと待って、ツイキャスに戻らないと。あ、グッバイマイロンリーズ。あ、あなたに会えてよかった。超懐かしい。あと少しもう少し。あ、本当だ。ザード、あと少しもう少し。あ、中山美穂のただ泣きたくなるの。あ、マイレボリューションあるね。見えますか？うん。山の道の応援のサヨナラの代わりには泣けた。キャプテンさん読めねえ。あ、涙のリクエスト。ああ、ありますね。ヒーロー、そして、どんな時も、ね、2曲続けてお聴きいただきましたけれども、ね、その間にもリクエスト、どんどん入ってます。そしてここでですね、メッセージが来てますので、読ませていただきたいと思います。皆さんこんばんは。今日は夏メロなんですね。夏メロになるのか分かりませんが、中山美穂さんとワンズの世界中の誰よりきっとをリクエストします。小学生の時に大ヒットした曲で、お年玉で初めて買った CD です。未だにカラオケでたまに歌います。笑い。よろしくお願いします。それでは最後まで楽しく聴かせていただきます。頑張ってください。ということで、ラスキッチさんから、ね、ありがとうございます。リクエストいただきました。ありがとうございます。それではですね、こちらのリクエストは、一旦 CM を挟んでからお届けしたいと思います。世界中の誰よりきっと、
自分の。ん？いいのばっかり送ってくるね。あのことスキャンダル。あのこと。スキャンダル。トト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 ト。懐かしいですね。本当に。いたしんでーす。タモリさん。ああ、ホリケン、ホリケン。もう、もしかしてもう始まる？マイレボリューション。あ、で、さっきの、ちょっと待って。はい。ちょっとスリム、お送りしております。今日もね、リクエストたくさんで嬉しい限りでありますけど、うん、ね、懐かしいのいっぱい出てきますね。ね、で、先ほどのラスキチさんからの、リクエスト、世界中の誰よりきっとね、ワンズで入っておりましたので、そちらの方をですね、おかけしたいと思います。スローバージョンだ。ちょっと待ってください。あ、違うね。ちゃんと言ってるやん。ブルーハーツのトレイントレイン。青空とかもいいっすよね。うん、そう、どちらもタイトルありました。そうなんだ。どっちも、どっちも、女の三沢も涙の三沢もタイトルあるんだ。いいと思う。もう少しチェッカーズ、どの辺まで行ってますかね。あ、考えたくなるのはある。なるほど。ですね、次に涙のリクエストどうしよう。これかけるとかなかなかないと思う。はい。と大吉さんのバース。あ、あります。じゃあですね。
次でそれをお願いしたいです。で、そのまま続けますね。ですね、一回入りましょうね。喋、はい、ってる間に BGM でマイレボリューション流してもらっても大丈夫ですか。マイレボリューション、はい。お茶箱、すげえ。白クマスタンプ。まもなく曲終わりです。はい。世界中の誰よりきっと。お聞きいただきました。そしてタキは横で一生懸命お絵描き、お絵描きカンペ作ってます。さあさあさあ、皆さんからリクエストを逃したらいけんですよね、うん、リクエストめっちゃいっぱいありますね。そう、どうしようどうしようって、うん、それこそ本当にね、懐かしいのいっぱい出てきますね。ブルーハーツ、ハウンドドッグ、中山美穂さんとかね、小泉京子さん、すごいね、出てくるもんだね。うん、ね。そして今 BGM では渡辺美里さんのね、うん、マイレボリューション、久しぶりだね、うん、でこれをね、僕がね、渡辺美里さんで選んでしまうと、うん、あの悲しいねとかね、うん、あのそういう曲になってしまうというね、メジャーよりもちょっとマイナーに走ってしまう、うん、ということで、まあ、キャプテンさんのねリクエストでね、マイレボリューションを流れておりますけれども、さあ、ですね、この次、僕何流そうと思ってたんだっけ。あ、そうそうそう、めっちゃ懐かしいのでね、チェッカーズリクエスト来ましたんでね、一曲お聴きいただきたいと思いますけれども、チェッカーズの涙のリクエスト。トランジスタですよ、わかります？トランジスタって言わないですよね。あの、要は真空管とかね、さすが LSI って集積回路新しくなってますよ。だからあれが結局、音楽聴くのとかにはもうそのまま入ってて、それ自体はもうトランジスタ、ラジオなんかも。数回ロックンロール動画の主題歌になってたねって、すっごいな、みんなよく覚えてるな。仕上げのチャチャチャとか懐かしい。すっげえ引き出し多すぎみんな。昔のドラマの主題歌良かったよねって、今どうなってるんですかね。最近もうドラマなんて全く見ないですよね。というかテレビ自体見ない感じなんで、どうなんだろう。
知ってる、もうあとね16分40秒しかないんだよ。え、そうなんだ。いっぱいあってちょっと見せてくれ。どうぞ。で、ブルーハーツを載せましょう。さよならの顔に私が歌っちゃおうかな。あ、怒られるね。うん、すごいな、なんかあの久留米のラジオみたいだな。チェッカーズ流れてる。久留米出身なんですよね。で、あの時のケイシティっていう歌があるんですよ。時のケイシティって久留米のケイなんですよ。言われるまで分かんなかった。間もなく終わりですが、はい、どうしよう。時間もよろしいです。ありがとうございます。ねグッバイマンロンリネス行きましょうか。グッバイマンロンリネス、はい、そう思います。はい、これはどなただったか。どれ、これグッバイマイローリーはですね、キャプテンさん、もしくはですね、うん、キャプテンさんですね。あと少し、もう少しがブルガリさんだったんですよね。あとトレイントレイン検索お願いしても大丈夫です。あります。はい、ね、ブルーハーツ、ひろきさん、あと出てるの何でしたっけ。ですね、ただあなたに会えてよかったをまた BG でお願いしていいですか。はい、この曲終わった後に BGM で。すごいな、勉強してるみたいだな。うん、勉強してるよ。なんか音楽聴きながら勉強してる高校生風刺。風刺ね。うん、次何するんだっけ。次はですね、トレイントレインと、あとあなたに会えてよかったは書いてないですね、あなたね。うん？ん？ジェットストリームアタックだって。グッバイマイロンリネスがデビュー曲なんだ。なんかあの初めに近いものを感じるね。グレーのこの曲は YOSHIKI が提供したこの曲なんだよみたいな。あ、そうなんだ。うん、これがデビュー曲っつって。ラブホでトレイントレイン、わっしょいわっしょい。いいなぁ、元気だなぁ。てか本当に1時間があっという間ですね。ね、なんかいっぱいほら、でけついたら全みんなかけたいしさ。なんか、あ、OK です。とこれ終わったら、BGM で一回入りますから、はい、ないのかな。まどかひろしの無双、これなんていうの、無双かなでいいの。ああ、風なんでよくあのエンドレスでやってた、飛んで飛んでなの。
長いんですよね。飛んで8回から言うところがあるんですよね。回って回って回って回るって歌ってる方の身にもなれる。あれを歌わされてたんですよ。大吉さんの多分泣きたくなる。あ、わ、ちょっと待ってよ。大吉さんのこと好きなんだよ。大吉さんが、大吉さんの、あ、待って、もう一個何だったっけ。もう終わりますね。終わりますね。準備。今これが BGM です。ああ、はい。でお願いします。よかったよかった。あ、ん？好きだな。あ、今を抱きしめて。よく歌っただよ。はい、曲終わります。はい。ありがとうございます。さあ、ね。好きなのいっぱいで困っちゃうなこれ。これね、いろいろ来ます。来てますね、本当に。6時間アタック、6時間でも全然いけそうなネタを皆さん提供してくれますね。すごいな。でこの今 BGM で今からかかります、あなたに会えてよかった、うん、ね、多分今の若い世代は絶対知らない小泉今日子さんの歌ってる曲ですけどね。小泉今日子さん歌歌ってたんだよ、学園天国とか。知ってるよ。知ってる知ってるよ。知ってる。生まれてたから。フィンガーファイブじゃないよ。うるさい。ん、小泉京子さんの学園天国だよ。知ってるよ。あ、知ってる。あ、そうね。おかしいな。そうか、いい曲いっぱい出てきますね。どんなんですか、キャンさん。なんか全然世代ではないですよね。そうですね。あ、そうですね、一応でも親の影響でやっぱり知ってたりはするんですけど。皆さんそうなんだね。ただ僕の母が洋楽好きで、どちらかというと洋楽の方がよく知ってます。あ、それで若干ユーロ系な感じなんですね。そうですかね。ちょっと DJ とかをしたりとかっていうのもそういう影響が。あ、そうなんですね。あ、だからね、またね、洋楽もねどんどんやっていきますんで、ちょっとこのリサイクルじゃねえ、サイクルね、サイクルね、はい、サイクルがありますからね。そうです、僕もリがつくだけ全然違うから。ぜひしばしと鍛えてください、ね、リスナーの皆さんがまたね、はい、こっちより知ってて怖いっていうね。いろんなのありますし。でも大変勉強になります、なんでどんどん行きたいと思います。もうリサイクル。ほら、すぐ反応した、ね、すぐ反応していただきますけども。さあさあさあ、で続いて、ですね、もうたくさんある中からちょっともう選んでいきたいと思いますけども、ブルーハーツ、はい、リクエスト来てましたんでいきたいと思います。トレイントレイン。プレゼンクル2。すごいな。あっちさん、ありがとうございます。リンダリンダ、ブルーハーツといえばリンダリンダでしたからね。確かにね。あと僕ね、ブルーハーツで好きなのは青空なんですよ。ライブでもたまにやるんですけどね。ブルガリさん、そっち行く。ああ、情熱のバラ、情熱のバラ。あ、ちょっと待ってください、ちょっと待ってくださいよ。ちょっと待ってください。ブルーハーツ特集になっちゃうから。はい、さっき僕なんて言いましたっけ。あ、そうそう、ただ泣きたくなるの、これが大吉さんのリクエストなんで、こちらをお届けしたいと思うんですよ。あと7分でしょ。2曲ぐらいだよね、うん、これがね、3分になるけどそこまで長くないからなんだけど、ただ泣きたくなるな。で、最後なんで終わるか。そうなんですよ、あっちさん、青空なんですよ。
リンダリンダはね、ある程度人がいないとね、厳しい。しかも飛び跳ねられる人たちがいないとね。あ、そうだね。カラオケだよね。男同士で集まると歌っちゃう曲ですね。同級生とかで集まると。一個に向かって走る。あのラブホに向かって走る。どのラブホ？そうだね、もうね、来週のお題だね。来週の、もう、すいません、もう来週どうしようね。ちょっと皆さんの意見聞こうよ。ああ、いいですね。あ、大吉さん来ましたね。そうですね、こういう風に来たら結局僕たちがね、うん、いつもカラオケで歌ってるような曲ですからね。うん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 、来週のテーマはカラオケで盛り上がる曲でよろしいでしょうか。皆さんいかがでしょう、ね、カラオケで盛り上がる曲、ね、そしたらまたリンダリンダは絶対来ますしね。OK、ね、OK もらいました。ブルガリさん OK ですかね。パッチーさんもラスキスさんもラスキスさんもでね、今日ほらペーターさんも、ね、いただいてるんですよね。ブルガリさん、仙道信子って今何歳ぐらい？花火綺麗。花火いいよね。はい。そのまんまただ泣きたくなるのを続けて。あ、ごめんなさい。入れながらマイク。はい。OK、はい。皆さんから OK いただいております。ありがとうございます。あ、そうそう、急ぎ、はい、急ぎ。マイクあげます。ブルーハーツでトレインタインお聞きいただきました。ということでもうですね、今週も5分残りを切ってしまいました。あと1曲しかねお届けできないんですけれども、来週のテーマ、まずですね、カラオケで盛り上がる曲をリクエストお願いしたいと思います。来週のテーマはカラオケで盛り上がる曲ですね。よろしくお願いします。そしてですね、今日先ほど紹介しました、今週の土曜日、ミュージックタウン音市場の方で、開催されます、スパークというイベントのですねチケット2枚、もしご希望の方いらっしゃいましたら、FM ギノワンの方まで、連絡ください。取りにねチケットありますかということでね、お問い合わせいただいて取りに来ていただければと思いますね。とりあえずこれ5時会場、はい、5時会場ですね。5時半、です。うん、そうそうそう。ですけど昼間からもう1時ぐらいからですね、あの1階の広場ではステージ始まってますんでね、うんうん、よろしくお願いいたします、ね、せっかくですので、1時間で足りんがなってありがとうございます、ね、ということで、今日最後の曲はですね中山美穂さん、ね、の曲でただ泣きたくなるのをお聞きしながら、お別れしたいと思います。いつもながらキャプテンさん、ブルガリさん、猫の大吉さん、ペーターさん、ラスキチさん、正勝宮城さん、アッチーさん、コメントありがとうございました。来週もまたよろしくお願いいたします。それではまた来週。また来週。ありがとうございました。3本持ちますか。はい、持ちます。ありがとうござい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 ます。晴れ日綺麗だにゃん。お疲れ様です。ありがとうございます。本当に感謝。いいね、いっぱいいっぱい。好き。お疲れ様です。ブルガリさん、お疲れ様です。ありがとうございます。ありがとうございます。シンプルなの期待ですよね。え、ちょっと待って。さっきですよね。え、あ、これ毎週短縮聞いてるにはリクエスト曲を集めるテーブル。あ、うわあ、大吉さんの、大吉さんのごめんなさい。大吉さん、さっきねこれ読み込んでなかったのか、単純にあれしてたみたいですという流れだったわけですね。ごめんなさい、今気づきました。でも目標は達成されました。メッセージありがとうございます。
もうちょっと慣れないといけないね。そうですね、僕が慣れないといけないですね。ハラビがいっぱい。そのうち FM 小座の秘密文書までたどり着けるぐらいになれないといけないです。あ、FM 技能案のね、あの秘密文書にたどり着けるぐらいになれないといけないです。イエーイ。スケール、ありがとうございます。こんなにいっぱい、みんなね、ポチポチってやってくれてるんだよ。うん。嬉、ね、しいね。綺麗だよ、本当に画面ね。たまやって言いたくなるじゃん。すごいな。すげえな。クライマックス。花火連発だね。うん、連発。そうなんです。クライマックス。ね、皆さんね、一生懸命花火打ち上げてくれるんです。カラオケで盛り上がる曲。うん。楽しみだ。本当ですね。毎週ラスト花火の打ち合いですよね。ちょいちょい間にクラッカーの打ち合いとかも入ってますけどね。でも綺麗だよこれね。いやこれ本当にね、あの見ててね、うん、あのすごいリアルタイムじゃないですか。うん、で何者にも邪魔されない。うん、花火大会みたいに、うん、なんかさ、せっかく花火大会はどん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 。1時間打ちっぱなしっていうのをやってみたいですね。皆さん大変疲れて本当に、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。